2023年5月には国土を占領しているウクライナ軍がロシア軍に対する反転攻勢が開始される可能性が高いとの見方が強まっているよね。そんな中、2022年2月24日のロシア軍の侵略開始から5月までの間、ドネツク州マリウポリのアゾフスタリ製鉄所に82日間にわたって立てこもり、2万人以上とも言われるロシア軍部隊を釘付けにして他の地域のウクライナ軍が体制を整える時間稼ぎを実行して降伏し、壊滅状態となっていたウクライナ内務省直属の国内軍事組織で、ウクライナ国家警備隊所属の準軍事組織であるアゾフ連隊の再建をウクライナが急いでいるとして、アメリカのワシントンポスト紙が2023年4月26日に報じたな。アゾフ連隊がウクライナにもたらした貢献は凄まじいものだよね。まさに英雄と呼ばれるにふさわしい働きだったと思うよ。さて今回はそんなアゾフ連隊の再建について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。このアゾフ連隊とはドネツク州のアゾフ海沿岸にある港湾都市マリウポリを拠点としていて、親ロシア派の大統領であったヤヌコビッチ大統領が反政権デモで国外逃亡に追い込まれた2014年の政変の際に活躍したことで有名になったよね。親ロシア派の大統領の失脚に反発した東部の親ロシア派武装勢力が、自称独立国を樹立して南のマリウポリに侵攻しようとしたけど、それをマリウポリにいたアゾフ大隊が反撃して阻止したんだ。アゾフ大隊は当初、国内に多数存在していたウクライナ防衛の有志集団の一つに過ぎなかったが、親ロシア派との戦闘を通じて次第に存在感を高めていき、やがてウクライナ内務省直轄の軍事組織に昇格したぜ。その頃の隊員数は800人から1000人と見られ、交流サイト SNS でロシア軍との戦いを発信するなど情報戦にも長けているみたいだな。このアゾフ連隊に対してロシアは、2022年2月24日の侵略開始直後、マリウポリを無差別攻撃するための口実としてアゾフ連隊を利用し、マリウポリ市民の避難先となっていた劇場や産科小児科病院などを無差別に空爆した後、ラブロフ外相が病院はアゾフ連隊の活動拠点であり患者や職員などはいなかったと主張し、さらにマリウポリでの市街戦によって民間人の死者増大した際も、アゾフ連隊が住民を盾にしたため仕方なかったとして民間人殺害の責任をアゾフ連隊に転嫁していたよ。このことについて国際社会ではロシア軍がマリウポリで実施した民間人の殺害は、ナチスドイツと同じ行為であるとしてポーランドのブダ大統領などから断罪されるなど、国際社会から批判が多く上がっているよね。マリウポリではこのようにロシア軍の無差別攻撃により多くの市民が戦闘に巻き込まれて犠牲となり、アゾフ連隊が広大な敷地を持つアゾフスタリ製鉄所に掘られていた何層にも及ぶ、巨大な地下シェルターに立てこもった際には、ロシア軍を恐れるあまりにアゾフ連隊と共にそこへ逃げ込んだんだ。ロシア側はこのことを逆手にとって、アゾフ連隊をなかなか降伏させられない言い訳として利用し、アゾフ連隊がマリウポリ市民を人質にとって立てこもっているため、攻撃することができないと主張して、アゾフ連隊を自国民を盾にする極悪非道のネオナチ集団と印象付けようとしたぜ。印象操作するのは重要な戦略だと思うけど、信用されない情報操作は無意味どころかマイナス印象だよね。そのアゾフ連隊についてワシントンポスト紙が報じたところでは、ウクライナ政府はアゾフ連隊をロシア軍の占領地を奪還する反転攻勢作戦の中核となる、6つの攻撃旅団の一つに指定したとしていて、アゾフ連隊は6500人の新しい戦闘員を採用したい考えであると報じているよ。しかし、このワシントンポスト紙の情報では反転攻勢の主軸となるのが6つの攻撃旅団とされているのであるが、様々な情報がある中でウクライナ軍の新編旅団は9個から12個との見方が多く、1個旅団4000人規模で4万から4万8000が反転攻勢の主力部隊となるとの見立てが一般的であり、そのことから、ワシントンポスト紙の記事の信憑性についてはさほど高くないと見る向きもあるぜ。アゾフ連隊についてはその成り立ちのイメージがつきまとい、ウクライナ国家親衛隊に統合される以前の前身であるアゾフ大隊が、
しばしば極右のナショナリストの民兵として見られてきたことや、アゾフ大隊の設立時メンバーの素性がネオナチや極右との関わりが強い人物が多かったことなどからネオナチ団体として語られていて、ロシアのプーチン大統領がウクライナ侵略の理由として掲げてきたネオナチの撲滅の槍玉に挙げられていたね。しかし、ウクライナ国内軍の組織である国家警備隊編入に伴って、ウクライナ政府は組織の非政治化に取り組み、その暗い影を払拭する努力を行っていて、キーウで募金活動を行うなどのほか、ウクライナ国内で社会的福祉事業にも従事していたことはあまり知られていないんだ。ここで問題になるのはアゾフ連隊の名を残して、それを反転攻勢の主力として使うことの是非ってわけ。アゾフ連隊はその名の通りにアゾフ海に近いマリウポリ出身者が多くおり、その地で最後まで抵抗を続けたのはただ純粋にふるさとを侵略者から守るためであったのもまた事実だぜ。そのことからすれば、マリウポリの奪還に向かわせる部隊にふさわしい名前だと言えなくもないのだが、以前のネオナチとのイメージは何年経ってもつきまとうものであり、反抗部隊の先頭に立つことで、ロシア側にその名をネオナチの先兵として、ウクライナがネオナチズムを拡散しようとしているなどとしてプロパガンダに利用される懸念がつきまとうとの指摘があるんだよな。日本においても公安調査庁が国際テロリズム要覧2021において、極右過激主義者の脅威の高まりと国際的なつながりとの項目の中でアゾフ大隊について言及しており、公安調査庁では白人至上主義の過激派の動向を分析したザ・ソファンセンター TSC の報告書をもとに、2014年にウクライナの親ロシア派武装勢力が、東部ドンバス地方の独立を目指して行動を開始したことを受け、ウクライナの愛国者を自称するネオナチ組織がアゾフ大隊なる部隊を結成したと記載し、さらに同部隊は欧米出身者を中心に白人至上主義やネオナチ思想を有する外国人戦闘員を勧誘したとされ、同部隊を含めウクライナ紛争に参加した欧米出身者は約2000人とされるとも記述していたよ。しかし、ロシアがウクライナへの侵略を開始した後、2022年4月8日に日本の公安調査庁は、近似一部において、公安調査庁がアゾフ連隊をネオナチ組織と認めているとする旨の事実と異なる情報が拡散されている状況が見受けられるが、このような誤った情報が拡散されていることは誠に遺憾であるとし、国際テロリズム要覧2021においてネオナチ組織がアゾフ大隊を結成したと記載していたことを、根拠にそのような判断がされていると指摘したんだ。その上で、国際テロリズム要覧は、内外の各種報道や研究機関などが公表する報告書などから収集した公開情報を取りまとめただけのものであって、公安調査庁による独自の評価を記載したものではないとした上で、当該記載については公安調査庁がアゾフ大隊をネオナチ組織と認めたものではないとして、このような事実と異なる情報が拡散されることは誠に遺憾であり、そのようなことを防ぐために、公式ホームページ上の国際テロリズム要覧2021から上記の記載を削除したことを発表したみたい。これについては、公安調査庁ではアゾフ大隊をネオナチ組織が結成した集団としていたが、アメリカや西側諸国とともにロシアに反対してウクライナを支援する際に、アゾフ大隊をネオナチ集団と位置づけたままでは都合が悪いとの判断があったとの見方があり、必ずしも日本政府がアゾフ連隊大隊をウクライナ正規軍と同様の戦力として認めたということにはならないとされているな。そのため日本においてもウクライナ軍があえてアゾフ連隊の名を復活させる必要はないとする意見が多く見られ、新編成の部隊には新しい名を付けて最前線に投入した方が良いとする声が多いんだって。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。